ブに招待していただいて、ライブに最後見に行って、でその時に連絡交換、連絡先交換して、ね、そこからこう仲良くなったって感じですかね。でもどういうことじゃないですね。お互いの旦那になんかやりましたね。でお父さん、すぐの旦那さんが辛いですね。あ、もうお付き合いして偉いな。後藤さんですけど、次の時はその人に仲良くしてお会いしたいので、またやりますけど。